よう、ブラザー、白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは、ディオナと深淵の比較なんですけども、ディオナ深淵というか、カフカと超伝導が、物理に合うかどうかっていう話なんですけども、結論から言うと、両方とも非常に相性いいです。ただ、どっちを使うかっていうところで、お話ししたいと思います。で、パーティーって、1、まずレザーに合うってことはレザー枠で1つ埋まっちゃいますね。で、ベネットってもうベネフィールドって言って攻撃力が1000ぐらい上がるんですけども、もうこれってもう別格なんで、もう絶対入れなきゃいけないんですね。レザーベネットはもう切っても切れないことになります。あと他のキャラでもそうなんですけど、ベネットは切れないんで2枠がまず埋まってますね。その後にタルタリアかその何だか深淵かそこら辺を入れていくって話になるんですけども、僕はここであえてタルタリアを入れてます。その理由は、例えば物理で倒しづらい、前知識として物理で倒しづらい敵っていうのは、そもそもこういうタルタリアみたいな物理以外の DPS キャラで倒すんですね。電撃系の国勢だったり、タルタリアだったり、その他の、火力の出る属性キャラ、モナだったりね、ああいうので倒すんで、一枠としてレザーでは倒しづらい防御力特化系のキャラはタルタリアで倒すみたいなイメージ、あるいはレザーの元素爆発の方でやるイメージなので、物理に合うかどうかって話になってくる。で、それで深淵が出てきました。ここの深淵の枠に例えばナナだったりリオナだったりを入れるっていう手は全然ありだったと思います。ただ今回深淵が生まれましたんで、これがなかなかどうしてっていう形になるんですが、ちょっとその比較対象を北斗でやってみました。北斗でやった後に最後結論としてレザーの動画になります。よかったら見てください。今から動画を見ながら説明というかやっていきたいと思いますが、まずは北斗の方でやっていきます。ちょっとレザーを使うといろいろバフが乗ってしまうので、まず通常攻撃85に対して超伝導で防御力がダウンした相手であれば199、これは守衛の防御力が高いからかなりあれは高くなってますね。ただ超伝導ダメージが220とかなり低い値になってますね。で、深淵がバフデバフをつけた状態の通常攻撃であれば177という数値になってます。確かに超伝導の防御力ダウンの方が守衛相手であればかなりちょっとかな、10% とか 20% 前後ぐらいしか変わらないんですけども、それぐらいの差が出ると。ただカフカのダメージが882とかなり差が出てますね。4倍以上差が出てる内容になってます。で、相手の防御力が低い相手であれば通常攻撃252に対して超伝導の防御力が322で、超伝導ダメージが変わらず、でデバフがついたことによって深淵ね、物理ダメージバフとデバフがついて331、もうこっちの方が威力高くなってますね。で、カフカダメージが882、これ、基本的に防御力が高い相手っていうのは他の元素アタッカーで戦うんで、防御力が高いやつ相手に対してレザーに合うかどうか関係ないです。防御力が低めのやつに対してやっていく方がかなり優秀なんだと僕個人的には思いますね。なので、基本的にカフカと超伝導がどれぐらいのダメージ入るかによって、例えば防御力の高いやつに対しての継続ダメージの貢献につながるという形なのと、あと防御力の低い相手に対してもどっちの方が強く入るかで、これを見ると分かると思うんですが、ディオナのフィールドの元素熟知が上がったとしてもカフカのダメージには及ばないんで、優秀さで言ったら深淵との組み合わせのカフカの連動の方が高いと言えます。で、そもそも物理レーザーより元素系アタッカーで戦う方がこういう防御力の高い超伝導が効くとされている相手に対しては有効なんですけども、もしくは対抗策としては、元素系の入ったもので戦う、なので超伝導とを組み合わせして物理の攻撃力を上げるっていう発想自体が基本的にあまりなんか噛み合ってないのかなっていう印象になります。なので上記の理由をもってして防御力の高い相手イコール超伝導で防御力を下げるっていうこの考えはもうほぼいらない考えになってます。
でパーティーの枠は4枠しかないので、レザーのお供としては、まあ、ベネットフィールドはもう間違いなく強いし、回復薬として必ず必要なんで入れるとして、まあ、タルタリアで、まあ、こういう防御力の高い相手に対してあのアンチ対策をしていくというような感じになってくるのと、通常テンポアップ、あとは深淵の物理耐性ダウンとダメアップ、シールドもつけれるし、過負荷が連続であるんで対策としては十分だ。こういう構成に対して超電動だけを引っ提げて入ってくる、この7、ディオナ、ガイア、超運などのそういったキャラクターなどが入る余地はないと思われます。はい、じゃあ最後にですね、今回レザーのお供って感じになってきたんですけども、まあ、超伝導よりも過負荷を与えて深淵のやつ使った方が基本的に原子の性能に合ってるって説明だったんですね。でステータス、まあ、こちらの物理レザーですね、まあ、もう狼の末を使ってるんですけども、旧貴族の体験使っても構わない。でこちらなんですが、まあ、こういう異物つけてますね、まあ、物理耐性やっぱこう相手が下がってくると思うんで、こっちの物理ダメージバフつけたり攻撃力を上げていく。サブステに関しては回心率、回心ダメージがいろいろ入っている。で最後は回心率で、旧貴族だったらいいんですけど、旧貴族じゃなければこういった回心率の方で補っていくっていうスタイルっていう形になってます。でもちろんテンプでタルタリアの 1アップついてる状態で、ベネットに関しましては天空の翼、基礎攻撃値がかなり高い天空を使っていて、まあ、攻撃力の上限が786で、さらに 20% テンプのこれで上がって、だいたい1000ポイントぐらいの攻撃力のアップが見込める状態になってます。回復に関しては、ベネットフィールドの回復は秒間で、現在の私であれば、まあ、8000とかそれぐらいは回復するような感じになってます。でタルタリア、タルタリアは武芸マスターがついてるんでレザーに非常に相性がいい。であとはまあ自分が下がってる時でも弾流線とかが乗るような内容で、基本的に銃撃を使っていくスタイルで仕上げてますんで、楽弾セットを使ってます。なのでこれで、まあ、物理レザーの攻撃があまり効きづらい相手とかであれば、こっちの属性アタッカーのタルタリアで処分する。なので超電導で防御力を下げる必要が基本的には原子の性質上ないという。で深淵、これは物理ダメージバフがつきます。物理ダメージバフがつく状態に、このこちらのこれで、そうですね、ダメージがアップするような状態、薙ぎ払いを打った時にですね、こういう効果がついてきます。でプラスこちらのまあシールドがレベル3が爆発で生成されるんで、まあ、過負荷を常に与えれるような環境下になるんで、非常にダメージは高い設定で伸びていくっていう感じになりますね。でもう一つが突4の効果を使ってて、相手の敵の物理耐性が 15% 減少するようなのが12秒影響されます。なので相手の物理耐性が下がるんで、防御力ダウンじゃないんで伸び率はなかなかいいと思います。防御力が高い相手じゃなくても通用するので、さっきのヒルチャールとかの時に超伝導より高い設定になりました。まあ、こういった形のバフデバフとかの環境が整ってくると、まあ超伝導はまあ要するにキャラを持ってない無課金とかでやるのであればいいんですけど、そういった感じではなくて、ちゃんとパーティー構成を組んでいくっていう形であれば超伝導がいらなくなってくるっていう、もうそもそも考え方に対してなってない。例えば深淵がなかったとしたとしても、ゴーレム相手に物理レザーで行きますか、行きません なら何で行きますか、他の砲撃系のキャラとか電撃系が強い例えば国政だったり、そういう行幸だったり、そういうので行きますよね。なので超伝導だけのためにパーティー4枠1つ埋めるっていう考えは基本的に原神のシステム上合ってないっていう風な考えの方が正しいかもしれませんね、というような結論でした。はい、まあ、こういった意見とかもある中で、まあ、他にも意見あると思いますので、よければコメント欄の方とかでお話とかできたり、僕なんだろうっけ、生放送よくやってますんで、できればそっちの方にコメントくださったりとかしてくれると非常に答えやすくていいのかなと思います。はい、
ではこんな形で、まあ、ビルド動画であったり検証動画であったり上げていきたいと思いますので、よければチャンネル登録高評価してご支援いただけると非常に嬉しいです。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。